東北農業研究センターの神谷誠です。よろしくお願いします。今日はいろんなお芋の作り方ということなんですけども、芋の栽培の方ではなくて芋の新しい品種を作るというところで、そちらの方を紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、なぜ私がその芋の話をするかというとですね、私山形県の出身で、平成元年に就職しまして、半年東北農業試験場の方にいました。でその後、平成元年の10月からですね、農業研究センターの観賞育種研究室、筑波にある農業研究センターのさつまいもの育種の研究室に14年いまして、その後平成17年からですね、長崎県の、農業試験場の方でジャガイモの方の育種を4年間やって、その後北海道の農業研究センターの方でまたバレーションの育種をしてたということもありまして、さつまいもとバレーションの育種のことについて説明させていただきます。まず最初にさつまいもとじゃがいもの違いということなんですけども、さつまいもっていうのは分類的にはヒルガオ科のさつまいも属というのになります。じゃがいもの方はナス科のナス属というものになりまして、原産地はちょっと近いんですけども、さつまいもの方は熱帯アメリカ、メキシコなんかのあたりの熱帯アメリカで、じゃがいもの方は、ペルーとかの方のアンデスの高地ということで、さつまいもの方は結構暑いところで、じゃがいもの方は涼しいところでできたというところもありまして、さつまいものは暑さに強くて、じゃがいものは涼しいところで作るというようなところになっています。で、畑に植えるものはさつまいもが苗で植えて、じゃがいもが種芋で植えます。で、じゃあこれが逆になっているとどうかということなんですけども、さつまいも種芋で植えますと、確かに芽は出てくるんですけども、つるがずっと伸びてって、実はその植えた種芋自体が大きくなるものが多くてですね、でその植えた種芋が大きくなったやつを収穫しても、おいしくないんですね。ということもあって、さつまいもは苗で植えて増やします。で、じゃがいもを例えば種芋を植えて、そこから苗を作って畑に植えようとしますとですね、苗を植えてもなかなか畑で定着するのが難しくて、実際植えようと思うと一回取った苗をポットかなんかで根が出るまで育てて畑に植えなきゃいけないというようなところがあって、随分手間がかかるということで、じゃがいもの方はやっぱり種芋で植えた方が効率的だということで、そういう植え方が一般的に行われています。で、芋って言われている部分が何かということなんですけども、さつまいもは根っこが大きくなって芋になっています。で、じゃがいもの方は茎が大きくなってじゃがいもになっているというような違いがあります。で、最初にさつまいもの方の育種についてご説明します。で、これが令和3年の品種別の作付け面積になっているんですけども、一番植わっているのが黄金千貫という品種になります。あまり市場っていうかスーパーとかには出回ってないんですけども、この黄金千貫っていうのが焼酎原料用としては一番多く使われています。で、九州では結構いっぱい使われている。で、2番目に入っているのがこの紅はるかということで、生食用ではこれが今一番有名かと思いますけども、これ自体は農研機構の方で平成19年に育成された品種になります。で、その前に主要な品種になっていたのがこの紅あずまっていう品種ですけども、こちらは昭和59年に農研機構でできています。で、さつまいもについて言うと、結構最近の品種とか、昔からの品種もあったりということで、いろいろ出てきています。結構農研機構ので作った品種が結構多いということになります。で、この新しい品種を作るにはということなんですけども、さつまいもの育種の流れとしては、最初に交配ということで種を取らなくてはならないんですけども、種を取る、交配をして種を取るというのはこの1回だけです。で、次の年にはその種をまきます。で、その種を
巻いた後は、そこから取った種芋を毎年増やしていって、で、いいものを選んでいくっていうのをずっと続けて、だいたい品種になるのには11年かかります。で、この品種になったものについては、品種登録っていうのを行った後に、種苗会社の方から、ホームセンターなどで売ってるウイルスフリー株の苗っていうものや、切り苗として販売されて、皆さんに作っていただけるということになります。で、ちょっとさつまいもについてはですね、ちょっと種を取るっていうのが、いろんな工夫をしなくてはならないということで、ここについて詳しく説明したいと思います。で、さつまいもの交配なんですけども、さつまいもはですね、普通に植えてても九州より北の方ではあまり花が咲かない。あまりさつまいもの花はご覧になった方少ないっていうか、もしかしたら見たことはないっていう方が多いかと思うんですけども、で、これが実はさつまいもの花ですね。昼が丘のさつまいも属ってことなんで、こういう朝顔とか似た花が咲きます。で、この花が咲くんですけども、受粉しても同じ品種同士でかかったものについては、その種をまいても、その品種と同じものはできません。稲とか麦とかだと種をまいて、そこから取った種でまたまくと同じ品種が出てきますけども、さつまいもについては種をまいても同じ品種はできません。また花が、九州より北では咲きにくいということで、安定的に花を咲かせるっていうのについては、いろんな調理をしなくてはならないということです。で、実際、育種ではどういうことをやってるかって言いますと、木立ち朝顔っていう、朝顔があるんですけども、この朝顔に接ぎ木をする、さつまいもの苗を接ぎ木するっていうのを行います。実はこの木立ち朝顔っていうのは、この大きくなってきても、朝顔みたいにつるにならずに、ちょっと立ってくるっていうことがあって、接ぎ木しやすいっていう特性があるんですね。で、この本葉が20枚ぐらいになるまで、木立ち朝顔を育てます。で、そうしたらですね、本葉を15枚ほど残して、朝顔の茎を切って、1.5 センチほど、縦に切れ目を入れます。で、継ぎ穂用のさつまいもっていうのは、葉っぱ5枚ぐらい残して、こっちの方をくさび型にカットする。で、それで継ぎ木を台木に差し込み、クリップで留めるということで、いわゆる割り継ぎっていう、野菜の苗なんかでもやられているような方法で、継ぎ木をします。そうするとですね、こういう花芽が、さつまいもの、穂木にした方のさつまいもに芽が出てきまして、で、この花が咲いたときに、花粉を取って、受粉する方の花にかけるというのを行います。さつまいもの方はですね、花粉の寿命っていうのがあまり長くないもので、基本的に咲いた花から、おしべを取って、その日のうちに、めしべの方にかけるというような作業を行います。あと、ちょっと忘れましたけども、この、受粉作業を行っているのはですね、農研機構の方の九州沖縄農業研究センターの都の城拠点というところで、行っております。で、これでちゃんと種ができますと、こういうふうに朝顔みたいな実ができまして、この中に、うまくいけば種が4個、だいたいよく入っていることはなくて2個ぐらいが多いんですけども、2個ぐらい種ができるということです。でちょっと飛んじゃうんですけど、その後その種をまいて、実を、芋を取ってずっと選抜していって、新しい品種になるということになります。で、実際最近品種になったものということで、この収穫して、すぐ出荷できる甘葉月ということで、実際さつまいもはですね、収穫したての時には、ちょっとまだ甘さが足りなくて、少し置いた後に甘さが出てくるっていうところなんですけども、この甘葉月っていうのはですね、入ってるでんぷんがちょっと他のと違いまして、収穫したてでも甘くなるというような特性があります。
ということで、まあ、これは収穫してすぐ甘くなるという甘はずきです。で、あとこちらの方が姫あずまっていうところのものなんですけども、最近紅はるかみたいに結構柔らかめのさつまいもの方が人気があって、柔らかいさつまいもが多くなってきてるんですけども、芋ようかんとかですね、そういうのに加工するのにはですね、実はあんまり柔らかくない方がいいということで、紅あずまなんかの方が向いてたんですけども、ちょっと最近柔らかいのが多くなってきて、原料的に足りなくなってきてるということもありまして、この加工にも向く北欧系の姫あずまということで、まあ、紅あずまと似たような特性で、紅あずまよりも、まあ、形が綺麗になっているというようなものが出てきています。で、これが、まあ、加工用ですね。あと、この実は最近さつまいもはですね、寒いところでも作りたいっていう要望がありまして、まあ、北海道の方でも結構作りたいところがあるんですけども、やっぱりどうしても暑いところに適している作物なので、北海道で作るとですね、どうしても収量が少なくなるというようなことがあったんですけども、こっちの雪小町っていう品種に関しては、北海道で作っても、まあ、他の品種よりも収量が上がるということで、まあ、北の方に向く品種ということで、作ってきております。まあ、ここに特性があるんですけども、こういうさつまいも、猫伏線虫とかつるわれ病とかにも強くなってますし、まあ、貯蔵性というところからいくと、実はこの甘はずきっていうのは、まあ、すぐ食べられるんですけども、置いて食べようと思うとちょっと腐りやすいっていうか、あまり貯蔵が効かないっていうようなものになってます。ということなんで、まあ、実際栽培するときにはこの最初からその出荷なんかを考えて品種を組み合わせていって作るというようなことが必要になってきます。さつまいもについては以上のようなところで、次にじゃがいもの、新品種ということでご紹介します。まあ、じゃがいもの品種、これが品種別の栽培状況なんですけども、一番植わっているのがですね、男爵芋なんですけども、これは実は明治41年に導入されまして、それがずっと一番で来ているというようなところがあります。まあ、男爵芋自体はちょっと早生で早く収穫できるというのと、あと、まあ、日本結構全国どこで作っても作れるということがありまして、まだ未だにちょっと一番終わっているというような状態です。で、この2番の粉姫っていうものなんですけども、これ自体はあまり聞いたことがないかと思うんですけども、これじゃがいもの用途としてはですね、でんぷん原料用っていう用途がありまして、片栗粉なんか見てもらって、後ろの方の原料を見てもらうと原料がバレーショデンプンって書いてあると思います。で、そのバレーショデンプンを取るのに使う原料用の品種です。で、この粉姫はですね、平成27年に施設されたということで新しいんですけども、でんぷん原料用なので、でんぷんの特性とかが良ければ、まあ、品種が変わるということで、実はその前に一番植わってたのがこの粉吹雪っていう品種でして、これは昭和56年だったんですけども、急速にこの粉吹雪から粉姫とこの下の粉豊かというものに置き換わっています。で、実はこの豊代っていうのも、まあ、ちょっと聞いたことがあるかもしれないんですけども、ポテトチップの原料用としてはこれが一番多く使われています。で、まあ、これも昭和51年ということで、ちょっと経ってるんですけど、ポテトチップ原料用についても今ちょっと品種の育成をしてまして、徐々に置き換わってきているというところがあります。で、この西豊っていうところなんですけども、これ自体はあまり品種名は聞かれたことないかと思うんですけども、実は九州の方で一番植わってる品種がこの西豊っていう品種で、4月5月ぐらいに新じゃがいもとして九州から来てるじゃがいもについて、この西豊っていうのが、メインで来てると思います。まあ、新じゃがっていう名前で出てきてて、品種名が出てきてないんですけども、この西豊っていうのが一番多く来てると思います。
で、まあ、このこっちの品種の育成については、ジャガイモについてはですね、結構北連とか農研機構、まあ、北海道、長崎県というようなところで、まあ、いろんなところで育成をしてきております。で最近食用として、まあ、この北あかりとか、東野っていうのも増えてきて、スーパーなんかでご覧になっても、まあ、北あかり、東野って品種名が書いてあって売ってるっていうのも見てもらえると思います。まあ、ちょっとその他っていうのがまだ2万ヘクタールぐらいありまして、バリエーションに関してはいろいろな品種が植わっているというところがあります。まあ、このその他のところにインカの目覚めとかカラフルポテトというようなのも入っています。で、まあ、ジャガイモの育種についても、まあ、流れ的にはサツマイモと一緒で、まあ、交配やってその後選抜して、まあ、これも一緒で種を取るのはこの交配の時だけで、種をまいた後はその芋を収穫して形質を調べて選抜していくというものをことを行っています。でちょっと新品種になってから皆さんに種芋として届くまでっていうのがちょっとさつまいもと違いまして、種芋の元になる原芸種っていう種芋を作るんですけども、それは農研機構の種苗管理センターというところで原芸種を作っています。でジャガイモについてはですね、結構この辺でも花が咲くので、ジャガイモの花っていうのは、見られたことあると思うんですけど、まあ、これは男爵芋、これはメイクインの花で、これはちょっとパールスターチっていうものなんですけど、これもでんぷん原料用のものです。で、この男爵とかメイクインとかっていうのは、まあ、花は咲いても実がつかないということで、たまにですね、この男爵とかに実がつくと、新聞の記事になっているというようなことがあります。で、まあ、ジャガイモ花も咲いて実は実がつく品種もあるんですけども、そのついた実の種をまいても、まあ、さつまいもと一緒で元の品種と同じジャガイモっていうのは育ちません。でジャガイモの交配についてはですね、これは北海道の、北海道農業研究センターでやってる交配の方法なんですけれども、花粉採取用と花粉をかける母親になる方のものは別に植えてます。でこの花粉採取用の温室では、ポットに植えて、であとこのジャガイモはですね、日照が長くなると花が咲きやすくなる、まあ、ちょうど、まあ、花が咲くのが、まあ、6月ぐらいにかけてということもあって、まあ、日が長くなると花が咲くっていうところがありまして、こちらの方もこちらの方もですね、伝承をかけて日照を長くして栽培しています。で、花が咲いた時点で花粉を取るんですけども、ジャガイモの花粉っていうのは結構冷蔵保存すると花粉の粘性が保たれてまして、ということで花粉は花を別に取ってきて、花粉を実験室の中で、取って、で冷蔵庫に保存しといて、こっちの花が咲いたらそれを持ってって交配をするっていうようなことをやっています。まあ、これが実際ここで咲いたものに受粉している作業になります。で、これを受粉してちゃんと実がなりますと、こういうふうにミニトマトみたいな実がなります。で実はこれが実際のミニトマトですけども、ジャガイモの実もまあ同じような大きさで、ちゃんとこの子に種が入ってきています。で、うまく入ると100粒から実の中に400粒ぐらい種がつきます。あとですね、もしですね、補聴で実がもしなってもですね、ちょっと実は食べても美味しくないので、あとちょっとですね、じゃがいも緑化すると食べると食中毒を起こすっていうものがあるんですけども、それと同じ成分が含まれてますので、ついても食べないようにしてください。でこれがジャガイモの種なんですけども、これが一円玉ということで、だいぶちっちゃい種です。でこれを
巻いてですね、巻くとこういうちっちゃいあの双葉のものが出てきて、これをあの空のポットの方に移植します。で、これを最初の年はですね、あの網室っていうところの中で育てて、そのポットの中でなったちっちゃい芋を取ります。で、これは同じ交配の組み合わせなんですけども、あの皮の赤いのから白いのまでというようなので、もういろんなものが取れてきます。で、じゃがいもについてはちょっとあの選抜の方法もご説明しますけども、最初に取ったそのちっちゃい種芋を1個ずつ植えて、そこから増やした芋を圃場で、このポールが立っているのがあの翌年に残すものっていうので選抜したやつです。主にあの形とかあのいっぱい取れるかというようなのを見ながらやります。で、まあ、切って、まあ、中で空洞があったりとか合併したのがあったりっていうのは落としてしまいます。で、この一株植えのやつを翌年8株植えて、系統で選抜、それをまた次の年に増やして、最終的には42株を3半株っていう植えて、特性を見ていきます。で、ジャガイモの育種としては病害の評価っていうのもあって、疫病っていうのが、まあ、あのかかると広がりも早くて被害がひどいので、この疫病の抵抗性っていうのを見てます。あと草花病っていって、まあ、あの芋にこういう陥没みたいなのができてるっていうので商品価値がなくなっていることもあって、その草花病の抵抗性っていうのも見てます。まあ、あと収量調査と、あとでんぷん原料用も作ってるっていうことで、このでんぷん価の測定っていうのなんですけども、これはあの芋を水につけて比重を測ることによってでんぷん価が分かるので、そういうもので測定しています。あと、まあ収量性とか外観とか内部異常っていうのも順次確認しています。で、あと芋を剥いた後にですね、男爵芋なんかだと剥いた後にあの色が変わってくるっていうのがあるかと思うんですけども、実はジャガイモはあのサラダ用にも結構使われているのがあって、サラダ用だとですね、皮を剥いた後合併すると良くないということで、なるべく合併しないっていう特性についても、調べています。で、あとジャガイモの料理としては煮物にも使われるっていうこともあって、あの煮物だと煮た時に崩れちゃうと良くないっていうこともありまして、煮た時にどれぐらい崩れるかというようなテストも行っています。あと、ポテトチップに使われるものも結構あるということで、ポテトチップを実際あの揚げてみまして、で焦げないかというようなものも調査してたりします。で、こういうテストについてはあの試験場でもやるんですけれども、実際あの使うメーカーさんの方にもテストしてもらって、で実際あの本当に栽培するってなった時にあの使えるかどうか、まあ、ちょっとあの品種にしたけど実際工場に持ってったら使えなかったということがないような風にしています。で、あと先ほど言いましたけども、品種になった後にその種芋として皆さんのお手元に届くまでちょっと時間がかかるというところなんですけども、これがあの実はあのジャガイモについてはそのウイルス病っていうのにかかるとあの収量がだいぶ減るっていうこともあって、そのウイルス病にかかってない種芋を使うっていうのが重要になってきまして、それはあの農研機構の種苗管理センターで行っています。で、新品種になるとあのこの傾聴培養っていうのを行って、あのウイルスがいない株を作っていきます。で、それを温室の中で、水耕栽培してですね、このミニチューバーって実はこの下水耕栽培になってて、このちっちゃいのがついてるのがちっちゃい種芋なんですけども、これを作って、このちっちゃい種芋をこの基本法っていうところで、実はここあのウイルスはですね、アブラムシが媒介してかかってくるので、この基本法っていうところはこの網をかけましてですね、あのそういう虫が来ないようにして作ってる。で、あの原芸種法っていうところでもう一回増やしまして、でその原芸種をあの道県の方に出しまして、その
原原種が原種になって、でそのもう一回その採種っていう増やす段階を経て、で実際に売る用の、バレ種を作るというところになってます。で実はですね、この種苗管理センターで作った原原種、まあこれちょっと倍率なんですけど、例えば1個あったとして、原種で10個で原原種で100個っていうことで、実際作ってとか、種苗管理センターから1個だったものが、実際に植えられたものが販売されるものとして選できるというような、倍率になっています。あとここがですね、慶長培養からこの原原種作るまでに、まあ、大体4、5年かかってますので、新品種ができたっていうのを発表してからですね、ちょっと種芋がお手元に届くまでに結構時間がかかってしまうというような、状況です。で、ここからは新品種ということで、煮物に適するということで、実はメイクインが結構作られてるっていうのも、その煮物にした時に崩れないっていうような特性があるということで、まあ、それに代わるものとしてこのピルカっていうものを育成してまして、まあ、長所として煮崩れが少ないっていうのと、まあ、これは調理した後の活片が少ないっていうのと、まあ、目が浅くて皮が剥きやすいっていうような特徴があります。ちょっと短所もあってですね、ちょっと苞芽の揃いがやや悪いということで、例えば圃場に植えた時にちょっと芽が出てくるのがちょっと遅いものが出てきたりするっていうところがあります。でメイクインから比べるとちょっと芋の肥大がやや遅いんですけども、まあ収量的には、メイクインよりも、取れるというような特性があるものです。でこれはいろんな料理に適するっていうことで、実は男爵芋が栽培されてるっていうのは、その男爵芋にはなんか芋の風味があるというようなことが言われるんですけれども、ちょっとジャガイモの育種してきてたところでは、なるべくそういう芋臭さみたいなのがない方が、まあいろんな料理に適するんじゃないかっていうことがあって、結構そのどっちかっていうとその癖の方をなくすっていうところで育種がされてきたところもあるんですけども、やっぱりその風味があった方がいいっていうところもあるので、このはるかについてはどちらかっていうと、まあそういう風味もあるっていうところで、まあ、食味が優れてて、まあ、サラダ、あと男爵芋、コロッケ作ってる業者さんではですね、コロッケはやっぱり男爵じゃないとという方もいるということで、まあ、そういうコロッケにも使えるっていうのと、まあ、これ自体も皮を剥いた後、まあ、変色はしにくいというのと、まあ、目が浅くて皮が剥きやすいという特徴があります。まあ、端緒としてはちょっと男爵よりも熟期が遅いっていうことがあるんですけども、まあ、収量的には男爵よりもだいぶ多少にいる。あとこれは見分けやすくてですね、この目のところがちょっと赤くなってますので、まあ、はるかだっていうのがまあすぐ分かるというような特性があります。あとちょっとこれは私も育種に関係してたんで、ご紹介なんですけども、カラフルポテトっていうことで赤と紫の品種も育成してまして、今まで出回ってたのがこのノーザンルビーっていう品種なんですけども、まあ、それよりも、ノーザンルビーに比べて、芋が多収で、ノーザンルビーはちょっとすごい、まあ、シャイニールビーもちょっと長いんですけど、ノーザンルビーはもっと長い芋ができるっていうようなところで、皮が赤いんでさつまいもじゃないかって言われたような時もあるんですけども、まあじゃがいもです。で、まあ、芋数が多くて、まあ、実際種を作るときに芋数がある程度ついてないと種ができにくいというのもあるんですけども、まあ、種芋を作るっていうのは増殖率を考えてもいいという特性があります。でちょっとこのスナックについては、食べたことがある方もいるかと思うんですけども、これについてもノーザンルビーが原料として使われたんですけども、このシャイニールビーを使っても、これ綺麗な色になって使えるっていうような特性があります。あともう一つ、これが紫の方の新品種なんですけども、まあ、今まではシャドークイーンっていう品種だったんですけども、実はこのシャドークイーンっていうのが
ジャガイモの重要病害であるあのジャガイモシスト線虫っていうのに抵抗性がなかったんですけども、このノーブルシャドウっていうものに関してはあのシスト線虫の抵抗性があるということと、まあ、これは樹皮が中層性っていうことで、あのシャドウクイーンよりも早く収穫できるっていうことです。で、あと両食味であの草花病とか疫病にも強いということで、あの綺麗な芋ができてくるというような、特性を持ってきています。ということで、あのこれもシャドウクイーンには置き換えていくというような、形になるかと思います。で、このカラフルポテトなんですけども、実はですね、あの調理するときにちょっと気をつけなきゃいけないようなことがあって、実はあの農研機構の方のホームページにですね、このカラフルポテトの調理法についてっていうことで、レシピが公開されています。で、これを見ていただくとですね、あのこのカラフルポテトを使ってちょっと綺麗な色の、料理とかお菓子とかっていうのを作っていただけると思いますので、ちょっとあの農研機構のホームページの方も見ていただいてですね、確認していただければなと思います。あの この調理の特性自体はですね、さつまいもの方の紫さつまいもの調理の注意点とも似てますので、まあ、紫のさつまいもを調理する時もそちらの方に気をつけていただければ、綺麗な芋に綺麗な料理が作れるかと思います。で、私の方からのご説明は以上にいたします。ありがとうございました。